このキャンペーン運では極上の田舎高知をコンセプトといたしまして、地域により長く滞在をしていただける、まあ、滞在型の観光を推進をしていきたい。今日高知市で観光分野の行政や団体、事業者などが集まり、県の新たな観光キャンペーン、どっぷり高知旅キャンペーンの実施に向けて初めての会合を開きました。来年度から始まるどっぷり高知旅キャンペーンは、極上の田舎高知をコンセプトに、地域との交流を通じて高知の魅力をじっくり味わう滞在型観光に力を入れ、観光客のリピート率の向上を目指します。会合では基本計画の内容が提示され、キャンペーンの最後の年となる2027年に県外からの延べ宿泊者数を去年の 1.26 倍となる536万9千人に、また観光の総消費額を去年の 1.44 倍となる1389億円に増やす目標を確認しました。県ではキャンペーンの初年度となる来年、季節ごとに自然や食、歴史、文化などのテーマを設けて、滞在型観光の PR を展開していくことにしています。